はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ナミスキ団電磁気役アニメ若研究室 YouTube パーソナリティの電磁気役です。よろしくお願いいたします。はい、久々ですねせっかくねこれを買ったんですよ。なので YouTube っぽく開封ネタでいこうかなと思っております。とりあえずね、ウマ娘プリティダービーグミを、買ってきましたよ。いやー、オタクはちょろいねこれサムネ用にしようかな。ということでね、グミはね、とりあえずスーパーでありったけ買ってきました。今はいいですね、セルフレジっていうんですか、自分でピッピッてやってお金払えばいいから店員に何も見られないっていうね、いくらでも買えるはい、ということで、まあグミですね。いやー、ウマ娘こんなにヒットしてくれると思わなかったですね。裏にこんな感じでシールがついてるのでね、見ていきたいと思います。種類は見える、東海帝王とかね、ミシロマクイーン、サイレンススカといますね。ミホノブルボンとかライスシャワーのレアがあるんですね。ほう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 、それでは行ってみましょう。帝王から行きます。よいしょ、結構しっかりついてる。マジ、パクられへんやん、すげえしっかりついてる。これなんだ、あかん、このままハット、あかんわ、すごい、これパクられるやんと思ってきたけど、すごいしっかりついてる。これ中身ごと切らへんかな、それだけ気にするわ。あ、大丈夫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 。ちゃんと開かへん。さあ、何が来るかな。でん、引っかかった。でん、お、いいやん。キラ、キラか、シールキラキラやねんけど、これライスシャワーはレア、もしかしてライスシャワーノーマルないよね。お、レアちゃう、これ一発目からライスシャワーちゃんレアじゃない、これやった、ついていく、ついていく、ライスシャワーゲット、やった、それさっきいいよ。次、でん、お、は、ノーマルかな。サイレンススズカはノーマルですね。何がリアか全然わからない今日。スズカもキラキラ光ってるから、なんかノーマルとノーマルじゃないやつの差がいまいちよくわからないけど。3つ目、ちゃんと赤いな。3つ目、ドン、お、これはレアでしょう、これはレアでしょう、多分レア、レアかどうかってわからへんの。あ、ウマ娘16って書いてあるわ。東海帝王16番、レアや。これはレアでしょ。これはレア。じゃあ、俺、ライスシャワー20番って書いてんのかな ?13 って書いてあるわ。あ、13、ノーマルやわ、これ。ノーマルでした。ていうか、レアはこれか。あ、レアの方が全然キラッキラやわ。全然キラッキラやわ。いいやん。レア1枚出るのはいいやんか。4枚目は、ドン、おー、ターボ師匠ですね。ターボ師匠はノーマル、ノーマルですね。綺麗に開かへんねんけど、この点線でやっても、よいしょ、おい、ドーン、メジロマックイーン、これは多分ノーマルかな。2番ナンバー2ノーマル。さあ残り1枚、まあ、レアがね1枚出るからええ感じちゃうかなっていう気はしますけど、最後の1個マックイーン、いやブルボン、いやスペシャルが欲しいな、スペシャルが欲しいな、スペシャルが欲しいな。うまいこと、うわ、あ、せーの、ダン、お、これは、これはレアでしょ、これはレアでしょ、明らかに違うもん、ほら、ヒールじゃない、ヒーローだ。あー、ウマ娘ナンバー、ウマ娘1の20ライスシャワーですね。1の20ってことは、お前これ続き出す気か、今更気づいたけどはい、ということでね、ちょっとスーパーに残ってた6袋まとめて買ってきましたけど、いいですね。いやー、もう現実のガチャもこれぐらいいい引きであってほしい。はい、ということでね、ウマ娘プリティダービーグミの開封でした。バイバイ。中開けるか。お、
おーおーおー、もうこんなんもうちょっと直に入ってんや、特にトレーとかもなく。あー、蹄鉄と人参と、あー蹄鉄ね、へー、うん、グミじゃ。それじゃバイバイ。